の魚の棚。いくら丼食べんね。明石駅の駅前かな、これ。車でも来れるし電車でも来れるんやけど、車やったらあそこ GS パーク明石魚の棚前が、日曜日は1日最大1,000円、平日はもうちょっと安かったけどいいと思う。で、今から魚の棚散策行ってみよう。お昼はいくら屋さんっていうお店で、魚の棚の商店街をまっすぐ抜けてもうちょっと歩いたとこやんね、にあるという噂。そこでね、今日はもりもりいくら丼を食べるね。こうご期待やね。あったー。ね、ちょっと一見大丈夫って、開いてる、これ開いてるよねって思うぐらい、なんかこう静かな感じなんだけど、開いてるかちょっと。イクラ屋のイクラ丼試食してまいりました。あのね、北海道の三陸産のイクラを仕入れてはるらしくって、6時間仕込みにかかるんだって。で、メニューによっては1日とろろ生イクラ丼は1日の試食とか、今日は大葉と、違う、サーモンの炙りとイクラが今日の限定食でした。日によってちょっと違うみたい。で、メニューでは海があったりとかする写真もね、ホームページには載ってたりするんだけれども、今日は海はなかったです。でも、あのお醤油がね、そんなに辛くなくてあっさりしていて、すごく食べやすい。一応醤油とか七味とか置いてあるけど、かけんでもいいかもね。私はそのまんま食べました。で、炙りサーモンはもう世界一好きなご飯、おかずなので最高やね、このお昼。で、量もちょうどいいので、女性でもこの後魚の棚でちょっとつまみ食いしながら歩けるぐらいの量じゃないかなと思ってます。ぜひいくら屋のいくら丼食べに来てね。どこにいてんの、ラインミスか、どこにいてんの、その子にするわ。食べる、あ、うずらが入ってる、おいしい、これ。ありがとうございます。なーに、これおいしい。ここでね、タコせんをいただこうかなと思うわけです。やっぱりね、明石に来たらタコせんを食べとかなあかんかなっていうところで、ちょっと買ってみたいと思います。テカ
ちょっと時間かかりますよ。これだけあるんでね。はい、14番でお待ちのお客様。りなちゃん取られへんわ、これ。14番で。めっちゃ出てきとんねん。では、会議こちら。はい。はい。OK。動画これね、タコ船。めっちゃ熱いよ。なんかね、タコの味がする。これ本当に、ここはタコやね、本物の。ちょっと甘くって、美味しい。これはあれやね、おつまみにもいけるし、おやつでも大丈夫な感じ。これも食べてね。魚の棚巡り、あれね、一言で言うとお腹がいっぱいになる商店街。もうね、いろいろありすぎてね、タコの天ぷらも、何だかな、アナゴの天ぷらとか、アナゴの焼き寿司とか、サバの焼き寿司とか、いろいろあっていろいろ食べたいんだけど、お腹がそうはいかなくってね。今日はイクラ丼とタイタコせんべいとイイダコの串焼きにしたわけです。でもここ何回も行って全部メニューを制覇したい感じやな。多分ね、2時間ぐらいやったら十分回れると思うので、まあ、神戸にいらっしゃることがあったらぜひ立ち寄っていただけるといいんじゃないかなと思います。で、最後にあそこをちょっと覗きたいなと思って、あそこパン屋さんがね、見える？ちょっと赤いとこ、そう、そこ、こうちょっと食パンがね、美味しそうやったから、ちょっとちらっと覗いて帰ろうかなっていう、そんな感じやね。ではまたね。気持ちいいもん。やっぱりなんか寒い日は足湯がいいね。